寮の食費はもう無料です。お、三菱自動車の正社員になってる人とかっていますか？機関工か。全然います。へ、はい、あとはもう機関工という、うんうん、ってものすごく貯金が貯まるので、うんうんうん、残業って今どれぐらいなんですかね、はい、給料って今月どれぐらいなんですかね、まあ、大体手取りで言うと、うん、どうも水野和也です。今回なんですけども三菱機関工をやってる方に対談していきたいなっていうふうに思います。じゃあ早速 H さんに聞いていきたいなと思います、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。三菱って仕事内容めっちゃきついって聞くんですけど、はい、きついですか実際？正直、うん、もう入って最初の方だけですね僕は感じたのは、うん、ただ、はいはいはい、慣れてしまえば、うん、もう全くそんなことはないです。ああそうですね、はい、最初1ヶ月ぐらい、はい、研修ありますよ。研修最初入社して、はい、それ2週間ぐらいですか、うんうんうん、きつくはなかったですか研修は？あもう研修も全くきつくはないです、うん、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、寮ってどんな感じなんですかね三菱？まあ、どっちかっていうと、まあ、僕のいる寮はちょっと部屋が狭めなんですが、まあ、暮らしていく分にはもう特に何の不自由もなく暮らせるので、はいはい、機関工のなんか寮ってやばいみたいなありますけど実際どうですか？正直まだ僕そのやばい出来事にまだ遭遇したことがないので、まあ、確かにもう僕もネットで調べてて、うん、やばいとか書かれている記事は見たんですけど、いや特にそんなことはないです、ね、そうなんですね。なんか食費3食って無料って聞いたんですけど、はい、あそうですね、寮の食費はもう無料です、うん、おいつでも食べに行ける感じでめっちゃいいっすよね、はい、だって貯金し放題ですもんね。給料全額貯金できますもんね食費、はい、めちゃくちゃ貯まりますそれすごいですよね。ただまあ平日は会社の食堂はちょっとあの昼間あの500円ぐらいかかってしまうんですけど、本当それだけなんでかなり食費はきます。職場のなんか雰囲気ってなんかどんな感じなんですか？まあ、これが本当に僕びっくりしたんですけど、もうめちゃくちゃ優しくて皆さん社員の方たちとかもめちゃくちゃ丁寧に教えてくださるんですよ。で特にまあ唯一厳しいというのはもう安全面ですね、うん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 、もうそこだけ本当にもう気をつけてやるってことがまあ大事かなって。嫌な人とか、はい、やばい人っていますか機関工とかで？機関工でやばい人そんな、うん、あんまりちょっといないですね。いないですねごめんなさいちょっといや全然出てこなくてわかりました。三菱って大手じゃないですか、はい、三菱自動車の正社員になってる人とかっていますか機関工か？全然います。へえ、はい、周りで何人ぐらいとかですか？僕のいる班がちょっとまだできたばっかりなんで、うん、あんま分かんないんですけど、はいはいはい、まあ、他の班とかだと結構いろんな人乗ってるよとは聞くぐらいで、ちょっと何人かまでは分かんないんですけど、まあ、でも結構多くいらっしゃる。なるほど。正社員になれる率ってどれぐらいだと思います？まだちょっと僕自身になっているわけではないのでわかんないんですけど、けどなりやすいとかはありますか？まあ、しっかりと真面目にやることと、うん、あと休まないこと、うん、まあ、それさえ守っていれば、うん、まあ、おそらくなりやすい、なりやすいのかなと。ありがとうございます、はい、まあでも三菱の正社員ってすごいですよね、うん、もう憧れですね。機関工になる前ってどんな職されてたんですか？僕は営業職を主にやってて、どっちかっていうとアウトバウンド営業といって、まあ、こちら側から訪問する営業をやってました、うん、そういう仕事で辞めたかった理由とかってあるんですか？まあ、辞めたくなったとかぶっちゃけてしまうと、うんうんうん、まずプレッシャーがすごい、毎日数字なんでノルマもあるし、あと時にはまあこれ言っていいかちょっと分かんないんですけど、まあパワハラも生じてあるんですよ。きついな。はい、なんでそれで病んでしまって、で、まあ、今に至ると。ありがとうございます、はい、僕がパワハラされたら3秒でやめます。機関工になろうと思った理由ってありますか？まあ、やっぱりその今僕が考えているのはやっぱ一番安定して、なんかやっぱまあこれ言うとあれなんですけど、まあ気楽に人生を送れるってなるとやっぱ製造業が一番なんですよ。はいはいはい、確かに。覚えるまでが大変で、覚えたらマニュアル通りの簡単な作業ですもんね、機関工とはいえ。
なんでまあそこでまず正社員になりたかったことが一つと、はいはいはい、あとはもう機関工というのってものすごく貯金がたまるので、僕も当時営業をやめた時もう貯金なんてなかったので、はいはい、とにかくちょっと貯金まずは作ってから、そこで正社員になるか、まあ、なれなかったらまた頑張ってちょっと他のところで就職活動して、まあ、似たような製造業で正社員目指そうかなと。ありがとうございます、はい。機関工にもう今7ヶ月経ってて、はい、もう満了金も受け取ってるじゃないですか、はい、その48万円、はい、で7ヶ月もやればもうほぼ分かるじゃないですか機関工。まあ正直で、はい、その中で一番良かったことなって良かったなってことあります、はい、機関工になってまず一番最初は、はい、まあ、お金の余裕ができたこと、はい、はい、あともう一つ大きいのが、うん、やっぱり職場が本当にいいので、うん、なんだろう、何のストレスもなく仕事ができる、うん、はいはい、やっぱこれにつきますね。はあ、なるほど。機関工のその今住んでる寮って、はい、橋目寮じゃないですか、はい、橋目寮に住んでなんか汚いとか、はい、変な人いるとか、お風呂汚いとかってあります？うん、特にそれはないです。あ、ないんですね。ただトイレがちょっと潔癖症の方だとちょっとやめた方がいいかなって、うんうん、なるほどなるほど、それは確かにありそうですね、はい、あそこのトイレ僕も使ってたんで、はい、僕も橋目寮住んでたことあって、食費無料マジでいいんですけど、トイレはちょっと汚いとはありますね、はい、残業って今どれぐらいなんですかね、はい、給料って今月どれぐらいなんですか、ね、けど、はいはい、ない月はもうほとんどない、ない月はほとんどない、はい、マジか、はいはい、多い時がもう1時間とか2時間あるといった感じです、まあ、残業はトヨタも1時間とかなんで、ずっと多くてもなんで1時間半でもう交代番来ちゃったら来ちゃうんで、あ、機関工って残業多いイメージあるけど、うん、めっちゃ少ないです、はい給料って今月どれぐらいなんですか、ね、まあ、大体手取りでいうと、うん、まあ、満了金とか特別支給金とか全て除くと、うん、まあ、大体手取り22ぐらいから多くて20後半、うん、まあ、ギリ30いかないぐらいかなと、うん、でも満了金がある月はどれぐらいですかね、まあ、そうですね、まず半年ごとに大体50万ぐらいボンって入ってくるので、うんうん、もうそれで手取り60超えます。ですよね、はい、正支給70とかで80です。80います、はい、80万稼げます。まあ聞かれますけど、これでかいっすよね。その機関工ってなんかやばいイメージあるけど、うん、実際は健康保険も大手の使えて、身分証を明かせるっていうか、ローンとかクレジットカードも作りやすいんですよね。信用があるんで、非正規とはいえ、それがでかいというのもありますね。あります。やっぱりその、今聞いた通り、機関社員って結構、まあ、世間からヤバいとか言われてるんですけど、はいはい、まあ断言します。前の僕がいた企業の方がよっぽどヤバいです。それはヤバいですね。機関工になりたい方は、はい、マジで今の有料級情報なんで、はい、ぜひ機関工に行きたい方、はい、行きましょう、うん、機関工全然平和です。これから、はい、H さんは、はい、機関工をやっていって今7ヶ月経ってて、はい、今後どうなりたいとか、なんか夢とかってありますか？そうですね、目標としては、うん、はい、正社員になって、うんうんうん、まあ、いつかの今自分がいる職場を引っ張っていける存在になれたらいいなと思ってますね、うんうん、すごい、はい、という感じで、以上で H さんに三菱の対談をお願いしてみた、終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後に、これから機関工になろうと思っている人に何かメッセージとかありますか？はい、しっかりと、うん、まあ、真面目にやっていれば本当に大丈夫なので、例えばお金が欲しい方、貯金したい方、大手企業で正社員になりたい方はぜひいつでも来てください。ありがとうございます、はい、なんか僕も思ったことなんですけど、中途半端な大学行って、まあ、会社入るよりも、まあ、工業高校とか卒業して、やっぱ大手入った方が絶対銀行からの信用性も違うし、確かに確かに確かに、あとはもう給料も絶対そっちの方がいいんで、まあ、それに気づいた瞬間、僕も即だあの会社を辞めて機関工に入って正社員目指すっていうルートに変えましたね。あ、もう今の時代
期間工で一気に稼ぐか安泰な道行くかみたいな人もいますからね、たくさん、うん、期間工やるメリットって何より貯金がもうすごく貯まるんですよ、うん、ですね。当然無駄遣いしちゃったらそれはあれなんですけど、うん、やっぱり例えば20代とかだと、うん、もう本来20代じゃ稼げない額を稼げるんで、それで資格取ったりとか起業するのもいいし、あれ作ってるんですよね。そうです、あれです、僕はちょうど作ってる、あれですよね、あれ、はい、あれちょうど今ありました。あとこちらひつまぶしのお出汁でございます。お好みでお使いください。あとこちらうなぎの追いだれでございます。こちらもお使いください。見たことない見たことないです、これ。もう写真実際にこれはすんげえ、なんじゃこれ、でけえ、めっちゃうまいんやけど。